ミカと、よかった。お帰りなさい。そんながっかりした顔しないで、ミカト。私まで寂しくなっちゃうから。あ、そうだ。無事に帰ってきたご褒美に、綺麗なもの見せてあげましょうか。ちょっと寄り道することになるけど。だけどそれだけじゃないのよ。本当に見せたかったのはこれから。でしょ？これを見せてあげたかったの。綺麗よね。目を閉じると、氷の精霊たちのささやきが聞こえるの。小さな小さな声が。この子たちはこうして遊んでいるのよ。さ、家へ帰りましょうか。寒いでしょ？風邪ひいちゃ、くっ！全然風邪なんかひっ…そうね…ただいま。リムルルにお風呂を用意してもらったから、入ってきたら？
あったまるわよ。へえ、味方なんて一番最後でいいよ。姉様が先に入りなよ。したのに。ありがとう。でも味方もとってもさぬがってるし。あ、そうだわ、味方一緒にお風呂に入らない？ダメだよ姉様、だったら私と一緒に入ろうよ。こんな変なチョコじゃなくてさ。でも今日味方は山で頑張ってくれたんだしね。味方、お風呂一緒に入ろう。なあコルル、風呂入ってるのか？どうしたの？ファントム？いや、一緒に遊びに行こうと思って誘いに来たんだよ。今から？こんな夜遅く？いいじゃん、星空を眺めながら二人の未来について語ったりするのもおつなもんだろ。
非常識ね。俺に世間の常識は通用しないぜ。そんなことで威張らないで。たく硬いな。ナコルルも昔みたいにパーッと遊べばいいのに。そんなこともうしません。おいおい、昔のナコルルはもっと付き合い良かっただろ。旅に出てる間に変わっちまったな。あなたこそ昔のような真面目な人に戻ってほしいわ。私が旅立つ前のヤンタのに。俺はいつも真面目だって。女の子を誘う時もナコルルを夜連れ出す時も。だから私は今出かけません。帰って。なんだよ。あ、そうだ、一緒に風呂入ってやろうか。帰ってください。味方？そんな薄着で外にいたら目覚めしちゃうよ。温まったからって油断したらダメよ。お風呂上がりが一番風邪をひきやすいんだから。じゃあ湯に入りましょう。昼には戻ってくるから、ご飯の支度しておいてね。お
味しいご飯期待してるわね。この火加減はどうしたらいいのかしら。教えて、火の精霊。え、弱火？うわあ、焦げてる姉様。確かにな。お前がニコニコしながら料理をしている間ずっとおったぞ。笑いながらマキリを振るうとはいろいろな意味で危ないな、ミカト。私たちはお前が従者としてしっかりやっておるかを確認しに来たんじゃ。そのように存在に扱うでないわ。原点一だ。従者採点表じゃ。うむ、誇り発見。原点一。で姑のようじゃぞ。鬼姑として有名なウババが何を言っておるんじゃ。そうじゃそうじゃ、追い出した嫁の数は100人をくだらんからな。ああ、恐ろしや恐ろしや。鬼姑というのは嘘じゃが、お前がきちんと仕事をこなしておるか確かめに来たのは本当じゃ。従者となって2ヶ月が経ったからの。ということで、従者として私らをもてなさいか。私らがそんな意地汚い真似をするように見えるとでも。うなずくな。
この前お前が曲を知りたいと言っておったじゃろ。これクリクリで吹いた。その曲について少しばかり思い当たる節があってな。いや、私たちは結局何も思い出さなかったのじゃが。その代わり、お湯田太長老様がその曲について知っているということを思い出したんじゃよ。その通りじゃ。さて、腹も膨れたことだし、そろそろ帰ろうかな。そうじゃな。それでは、頑張るのだぞ。よいしょっと。やれやれ。